え、これっぽくない？ぽい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 な、これぽいなぽいな、でもぽいぽいぽいですよね、ぽいぽい、発根ですよこれ。皆さん、発根です、だそうです、発根ですか、これだそうです。あの人すごすぎ、あの人すごすぎ、的確すぎない？場所動き出してはいるんですけども、これが果たして葉っぱの形を形成するのかどうかですね。キプス発根管理11日目で、右のチャレンジ株の方にもなんと紹介してもらっていいですか。ちょっと難しすぎちゃって私海外から来たばっかりなんですよね。そうです。こんにちは、かたまちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。大丈夫です。はい、初めてのパキプスボリューム5ということで森本さん、久しぶりですね一言だと思ってらっしゃるだって私もう終わってるんで、うちのカバーも2週間前に2分の1でしたもんね。はい、終わってるんで、はい、ということでこちらの今日は何をするんですか。パキコンしてるか天国と地獄イベントです。はい、天国と地獄イベントです。私はどういうものが発根っていうのかこの前も見ましたので、はい、ちゃんと今回はちゃんとリアクションを取りたいと思います。分かんなかったでしょ。前回リアクションしないと怒られましたよね。怒られちゃいました、怒られちゃいました。だってゴミ分かんなかったですはい、堀本さんどういう風に管理してたんですか。植物のヒーター入れて、はい、33度ぐらいで、はい、ほぼ腰水半分ぐらいつけて、はい、全身浴です、ね、全身浴ですねあれですよね、これちゃんと鉢に刺して、はい、ね、温度計刺して、これで鉢の中32度でした。32度、そう、鉢の中があったかいっていうのが大事なので、それをちゃんとこれでね測ってたっていうことなので、鉢の中の温度はいいと思います。あとは湿度環境がどうだったかな、ね、あ、そうそう、でも葉っぱ出てますね。出てるんですけどね。そう、それが発根とはイコールではないという、そうそう、はい、非常に厳しい現実を突きつけられましたのでドキドキします。ドキドキしますね。はい、なんで前回やってるんでちょっと容量はね分かりましたので、一応こちらの大きめの、プラ鉢にお湯、まあ、ぬるま湯をこの用意してます。で、このエゾズナを優しくこうほぐしながら取ってですね、はい、という儀式をやっていきたいと思います。木から根っこが出てたらもう狂気乱舞です。狂気乱舞、はい、本当にぐらいです。いや本当に狂気乱舞です、はい、そうだね、堀本さんの鉢が高さがあるんだもんね。え、これめっちゃ時間かかりません？いやもう本当にそういうものなんです。そう、2鉢やったんですよこの前。いや、これ見てる側だったらめっちゃ面白いんだろうな。はい、面白いです。すごく面白いです、私私の自分のは終わってるんで、とっても面白いです。は、1回抜きました。抜いて、1個は発根してて、1個は発根しなかったんで、発根しない場合はもう根っこを切って、また新しい、そこから根っこが生えるように水分が吸えるかどうかっていう状態なんですけど、ただ1回切ったら、もう生存率がそこで一気に下がって 10% に。やばい、大雑把が出る、傾けたい。あ、いや、私の方がもっと大雑把でしたから大丈夫です。え、だって指届かないんだもん。大丈夫です、今のでいいです。こんにちは。こんにちは。穏やかに言ってるけど心は穏やかではない。なんか変な匂いとか、なんか腐った匂いみたいなしてない感じ。しなかったっすね。なんかね、1日目と2日目だけ、はい、なんか若干なんか水がベタついた感じありましたけど。あ、それだけですか。それだけ。あ、じゃあ綺麗なお水を保ててたってことだ。もうね、なんかダメな株はやっぱり匂いするみたいなので、この前私が抜いたやつもすごいクンクン嗅いでました。鈴木チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。よろしく。で、ほじくってください。あ、もう抜けてる。もういけるいけるいける。多分抜けます抜けます。いけますよ。どうしますか。抜きますね。あ、もう抜けてる。え、生えてない説。生えてない説。もう多分いけますこれ。ガサ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 。ほら、もういっちゃった。いっちゃった。はい、生えてなくね。さあ、はい、これは、はい、くる。それは違うと思います。こ
その白いのは何でしょうか。そんな白いのか。いやこれ専門家いないと分かんなくないですか。だからこの辺とか見えちゃいません。濃く。あ、今んとこ何、今んとこ気になる。あ、分かんない。でもなんかすごい白かった。でもこいつらはなんかもう腐ってる気にしません、うん、ってちょっと思ってしまう。ぐにゃってる、ぐにゃってる。匂い嗅いでください。いや、葉っぱの匂い。あ、これは切るんじゃないか。これ違います。どれがどれなのかよくわかんない。オーディエンスじゃない。テレフォンじゃない。テレフォン。テレフォンですね。はい、じゃあテレフォンで。テレフォンで、テレフォンで。鈴木さん、はい、これっぽくない。ぽい、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 ぽいな。これぽいな、ぽいな。でもぽい、ぽい、ぽいですよね。ぽい、ぽい。見えますか。あ、こんにちは。はいはい、こんにちは。すいません、お忙しいのに。はい。見えてますか。見えてます。これは根っこですか。どこになります。とカルスですかね。カルス。根っこ生える前。生える前。そうですね。へえ。そっから、はい、ちょっと時間かかるかもしれないです。なるほど、なるほど。らしきものはこれぐらいしかないんですよね。切る。匂いはしないですか。匂いはしなかったんですよね。切っちゃってもいいです。もう多分根は多分生きてないと思うんで、はい、ちょっと切って水吸わしてもいいかもしれないです。なるほど、なるほど。どこら辺から切ればいいですか。ちょっと上を見せてもらっていいですか。はい。あ、やっぱちょっと水吸ってないんで、はい。おちょっと切ってあれですね、強制的に切りましょう、はい、切りましょう切りましょう。どこら辺で切ったらいいですか。今持ってってもらっていいですか。あの右手の多分温度計。もうちょい上でもいいですね。そこら、あ、もうちょい下で一回その辺で切って、はい、綺麗ならそこでそのまんま大丈夫です、はいはい、ちょっと鎖入ってたらもうちょっと上で、はい、もう一回切りも。わかりました。はい。でその後の管理はどうしたらいいですか。同じで今まで通りでいいですか、ね、それかちょっと水吸わしたいんで水耕を1週間ぐらいやってもいいかもしれないです。あ、でじゃあ江戸砂に植えないで水耕栽培、はい、そうですね、はい、なるほど。その水中の中で切ってください。水中で水切り、はい、あれ塗った方がいいんですよね。何でしたっけ、白いやつ。ルートン。ルートン切った後にルートン塗って、はい、1時間ぐらい乾かす感じですね。はい。で水耕栽培に移行する。はいはいはい、はい、分かりました。ありがとうございました、はい、すいません、お忙しいところ、はい、すいません、今日ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。すごいギャラリーになりますね。むちゃくちゃギャラリー増えちゃうけど。じゃあやりますか。切りましょう。断髪式ですね。断髪式。じゃあ私押さえてるんで切る。さっきの指示でここっすね、うんうん、切っちゃう。怖いね。怖いっすね。えっちゃんたちはドリンクも注文してないんだけど大丈夫かな。でこれも黒かったし。どう、黒くなくない？あ、綺麗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 。大丈夫。黒くないっすよね。いいって、OK 出ました。OK 出ました。OK 出ました。はい。でもなんかね、やっぱね、植物好きな人はね、見ちゃいますもんね、動画とかね。これ何なんですかね。日本いるんですよ。そう、もともとそうだったよね。今さ、6人の人見てますよ。すごいですね、ギャラリー。結婚してたよね、見せ物ですけど。悲しいお知らせでしたね。はい、はい、じゃこのまま乾かしましょう。次に3分割しました。確かに、うん、いきますよ、うん、全然違う。腐ってます。ちょっと腐って綺麗。ナイス。え、あの人すごすぎ。あの人すごすぎ。的確すぎない。場所が的確すぎる。すごいっすね。こうやって上げてってね、あそこで切ってください、もうちょっと下げてくださいみたいな、そこで切ってくださいとか言ってましたよね。すごい、すごい的確すぎる。こんな色になっちゃうんですね。でもそうなんですね。でもじゃあこの臭いがどんどん進行する前に切れたのが、うん、そうですね、よかったですね。水耕栽培で、はい、ネデール希釈して、うん、あとは
いつもと一緒。活力剤も併用して、でみんな違うこと言うのね。やり方が確立してるわけじゃないからね。一個一個大体ね違うわけですしね、植物だから。そうですね、本当にここ見たらすげえ綺麗じゃんですけど。うん、本当だー。さっきからね。1センチですね。あー本当だ。どうもー。いらっしゃーい。あそこそこ。これ見てください。はい。おお可愛い。可愛いよね。リアルでしたね、はい、すごかったですねこれ ね切ってみてよかった。なかなか見れる光景じゃないんで、じゃあまた10日後ぐらいですか。そうですね、はい、そんな的確なことある。いや本当ですよ。あ、いっちゃんたちが、はい、入る、はい。